見失わないようついていくんだ。どうしたんだろう、急に。つなぎかもしれない。つなぎ？ああ、人目につきたくない連絡に訓練された動物を使うんだ。あの猫がそうだって言うの？誰かが私たちを呼び出そうとしてるってこと？確証はないけどな。すごいな、よく気がつくもんだ。古巣で仕込まれたってやつ。愛らしいわね。何か言ったか？ねえ、あの黒猫本当に誰かの使いなの？誰かに仕込まれてもしなきゃ猫があんな風に導いたりはしねえだろ。わからないよ、猫なんて飼ったことないし。それに絶対フルルと喧嘩になると思う。フル！だが何者だろうな、スルドの仕業とも思えないが。理由がないわ。もっともスルドの配下でないとは限らないでしょうけど。部下が勝手にやってるかもしれないっていうのか？あのテュオハリムという男、スルドとして以前にレナとしてもかなり変わり者よ。皆が皆彼に賛同しているとはとても思えないわ。引き返すなら今のうちよ。行くさ。俺にはまだこの国の本当の姿が見えないからな。わからないが、見失わないようにしないとな。よく仕込まれてやがる。可愛い猫にしか見えない。猫、見失っちゃったね。ただ、ここに連れてきたということは、この先に何かあるんだろう。奥へ進んでみましょう。地下の森っていうだけでも十分不思議なのに、ズーグルがうろついてるなんてゾッとしないな。なあ、いくら城壁で囲まれてたって足元がこれじゃおちおち眠ることもできやしないぜ。ズーグルはレナのしもべ、その心配はないわ。はぐれがいても近づかせないでしょうし。ズーグルでズーグルを見張るか。道理で装甲兵の一人も見当たらないわけだ。誰かが身を潜めるにはもってこいだな。うわっ！すまない、足が滑った。大丈夫か？あなたこそ。いえ、大丈夫なんだったわね。あなたは普通なら叫び声が上がってるところよ、あなたのね。ん？ああ、イバラか。そうだな、俺には無害だ。それよりいきなり触れたりして悪かった。そうね、気をつけて。ねえ、アルフェン。ん？いえ、何でもないわ、気にしないで。うん、うん、おう。何あれ。ランナーケーラー！
下す。切り開く。はっ、炎症開。これが炎の剣の力。使い手がいてこその力よ。そうか、ありがとう。これだけ木が大きいのはやっぱり精霊力の影響ってやつなのか。可能性はあるけど、もともと木って時間かけてすごく大きくなるからね。見てたぞ、カラ。なかなか手ごわそうに、いられない。クラッといいぞ。クラッ、マグナレイ、レンガだ。クランナキューだ。マグナレイ、オーオーセッション。アルくん、これで終わりだ。もっと力が必要ね。
かなか手強そうにいつもいられない。マグナレイン、私に任せて。今の技面白いな。だろ、アルフェには無理だろうけど。相手を一時に捉え、左足を突き出し、右腕の角度は。あんまり見ないで。気をつけろ、落ちたらひとたまりもない。助けを呼んでも誰も来てくれそうにないしな。助けを呼ぶ前にぺしゃんこだ。なかなか手ごわそうに生きられない。危ない、行くよ。マグナレイ、治癒の必要、ファーストエイド。マグナレイ、バラバラにしてやる。こう飛ばれるとやりづらくなる。小物に時間はかけてられないわ。任せて。いけるぞ、リール。そうだ、どうか。どうだ、やるじゃない。上半身を自分の奥で見たよ。ダメに手間をかけさせない。マグナレイ、とどめだ。アルフェン、これで終わりだ。シオンの炎と俺の技合わせれば何倍もの力になるわ。新しい武具か。精霊力を